ヤッホーみんな息してる息しかしてない時丸です。おはようございます。はい、今日ねいろいろちょっとヨガの練習してて思ったのが、もうね花粉がね本当にひどい、ってか花粉の話しかしてない。でもう一つ、その YouTube の挨拶で結構 YouTuber の方がね、まあ、例えば有名なあのヒカルさんとかね、はいどうもこんにちはヒカルですけどもうみたいなことで、そのなんかすごく早いじゃないですか、最初のその言葉遣いっていうか。あれがね、なんとなく自分の中で分かってきた。こうやってしつこくね、このホワイトボックスでずっと同じようなこんな感じで喋ってると、ああなってくるなっていうか、うん。喋ってると、ああなってくるんだなっていうのがね、分かってきました。まあ、それが YouTube なのかなっていうか、いや、みんな生きてる生きてないけど、これですみたいな、この、うん、何みたいな、みたいな感じにね、なるんだなっていうか、これ自然と。うん。だからあれ、最初このいろいろふざけてやってんのかなと思ったんですけど、みんなふざけてないですね、あれ YouTube の方々。うん。ちゃんとね、なんかもう身体的なトレーニングっていうか、うん。鍛錬によって、うん。あれなってるんだなって、改めてね、ちょっとリスペクトが高まりましたね、皆さんに。はい。で、今日なんですけども、今日ね、質問に答えていきたいと思います。で、質問が、家電の手放しやサイズダウンはどんな方法でされてますかっていう質問をいただきました。ありがとうございます。で、これおそらくね、前回その家具家電の捨て方っていうふうな動画を上げてると思うんですけど、それに対する質問で、まあもうちょっとその具体的な話だと思うんですね。を欲してると思うんで、ちょっと話していきたいと思います。で、まず家具家電っていうのは、相当そのサイズダウン、まあ、ダウンサイジングするのが難しいものだと思ってます。なぜならもう規格が固まってるからですね。うん、例えばその洗濯機とか冷蔵庫とか、だいたいこう探した時にもう規格が決まってるでしょ。なんかその洋服みたいに、なんか細かなサイジングってないですよね、基本的にね。うん。本当に大きなサイジングしかそもそもないじゃないですか。だから冷蔵庫、ファミリー用みたいな。で、業務用、ファミリー用、で、一人暮らし用みたいな。で、あとは本当ホテルとかに入ってる、ちっちゃなね、うん、個人用っていうか、本当簡易的なサイズみたいな感じで、なんかその中間とかがないんですよね、多分ね。これまあ、日本だけなのかわかんないですけど、まあ、海外も似たようなものだと思うんですけど、だからそこがまず、家電のそのサイズダウンを難しくしている要因の一つだと思います。うん。で、他のもので撮ってみてもさ、電子レンジとかもそうだけど、なんかそのコンパクトな電子レンジとかってないじゃないですか。あと炊飯器も、だいたいほら、5号、3号かな？で、その上10号ってあるのかわかんないけど、なんかそういうさ、決まってますよね、もうね、規格が。だからコンパクトにすることって基本的にできないんですよね、あんまりね。で、僕使ってる、まあ、自分の例で言うと、まずこれですね。うん。洗濯機ですね。無印良品の。これま、普通の、何リットルだろうな。まあ、でもコンパクトなサイズだと思う。本当に一番コンパクトなサイズ。で、もう一つが、これですね。冷蔵庫。で、冷蔵庫は、これ自分のじゃなくて、このマンションに備え付けの冷蔵庫です。はい。なので、これはね、自分で選んでなくて、ここに収まってます。うん。これちょっとね、問題があるんだけどね。うん。これはね、まあ、よくいわゆるホテルとかにあるような、ほんと簡易的なちっちゃな冷蔵庫ですよ。机の下とかに収まるような。で、霜取り機能みたいなのがついてて、で、冷凍庫が一応中にあるんですけど、本当にこうおまけみたいについてるような右上にね、冷凍スペースがあるんですけど、一回もまだ冷凍したことないんですけど、なんかね、そこにその霜ができるんですよね。霜っていうかこう水滴ができて、その霜取りのためなのか、なんかちょっとこのヒーターみたいなのを発動させてんのかわかんないけど、水たまりができるんですよ、とにかく。気づいたら、その下の方に結構その、水がね、溜まってるってことがあります。うん。で、古いわけではなくて、もうなんか調べたら、もうそもそも冷蔵庫の特性みたいで、うん。で、これはもうどうしようもないみたいな。
で、最近はその霜取り機能がついていて、かつその水がたまらない構造の冷蔵庫もあるみたいなんですけど、まあこれはね、年数も新しくて、で、最初からついてるので、そもそも交換ができないので、そのままにしてるんですけど、非常に使いづらい。うん。使いづらいです。はい。だからそこが、まあ問題かな。うん。で、もう一つ持ってるのがこれです。はい。これ、前紹介してますね。炊飯器です。で、炊飯器もですね、私ずっと持ってなかったんですけど、ここに来てから最近導入しました。また改めてね。うん。それまではメスティンっていう、ほんとアウトドア用品の、うん、もので、ガスで米炊いてたんですけど、毎回ね。で、ちょっとね、時短のためっていうかめんどくさいんで、もう一回ね、炊飯器に戻ってみようと思って、炊飯器を使っている感じです。でもね、もう半年ぐらい経つけど、うん、調子いいですね、やっぱね。うん。なんか、でも米とかって、やっぱりこう、3合炊きよりも5合炊きで炊いた方が美味しいとかって言いますよね。うん。だからやっぱその大は小を兼ねるのかなって思ったりしてますね。うん。そのさっきも冷蔵庫もそうだけど、やっぱりファミリー用のさ、普通のサイズの冷蔵庫って使いやすいですよね。まあ容量はもちろんですし、そのなんかいろいろその機能がさ、うん、製氷機があったりとか、なんか充実していて、で、そういうこう水が溜まるトラブルみたいなのも基本的にないじゃないですか。うん。割とそのメンテナンスフリーでね、うん、使えるものが多いんで。うん、だから、自分が、その、ダウンサイジングっていうことは結構難しいなと思ってて、で、そこにちょっと答えとなるかわかんないんですけど、そもそもダウンサイジングができないんで、使うことをもうそもそも諦めてみるっていうことですかね。うん、だから手放してみて、それがなくて生活できるんだったらそれでいいと思うんですよ。だからそれが一番、最大級のダウンサイジングになるとは思ってます。はい。だから自分もその、ね、炊飯器持ってなかったですし、で、冷蔵庫を持ってなかった生活をしていました。で、ここに来た時も冷蔵庫なしでね、引っ越してきてるんで、で、たまたま冷蔵庫があったと。うん。だからなくてもね、冷蔵庫は生きていけるっていう確証はもうできてますね。うん。もうコンビニとか24時間空いてるし。コンビニを自分の冷蔵庫だと思うっていうか、うん、そういうところありますしね。うん、エクスリムの人たちは、うん、結構持ってない人も多いんじゃないですか。で、冬場は結構いいんですけど、やっぱ日本の夏は厳しい。正直。食料の保存ができなくなるんで、本当にね、いろんなその、外の食事に頼らなきゃいけなくなります。うん。だからもちろん食費も上がるし、うん、でもね、それでも、まあ、それが問題ない人は、そっちの方が、楽は楽ですよね、本当ね。自分で一切、もう作らないっていう決め込みができれば、うん。でも、あとはその、ローフードって言って、本当にこう、生食で、調理せずに食べれるもの、野菜とかもそうですけど、そういうものを買ってきて食べるっていう風な、だから自分も割とその、冷蔵庫がない時は、ローフードの生活してましたね。うん。もう、野菜とかその辺に、のものを買ってきて、で、床に置いとくんですよ。で、床に置いといたら2、3日しか持たないんで、もうその間に食べきってしまうっていう。うん。で、冬場は結構ね、寒いんで、しかもこう、なんていうかな、玄関とか近くの方、うん。エントランスの入り口の方ってその、冷えてるじゃないですか。だからその冷えてるとこに野菜を放置する。うん。そして長持ちさせるみたいなことをよくやってました。うん。夏も越したけどね、うん、でも厳しいですよ。やっぱり冷蔵庫あった方が、QOL は確実に上がる。うん、これは言えてます。はい。うん。そんな感じかな。で、あとね、電子レンジとかは持ってないです。だから自分の家では、温めたりすることができない。だから米とかも、うん、冷凍とかもしないですし、冷蔵庫に入れて保存するっていうこともしません、基本的に。炊いてから、もう、1回か2回で食べきってしまいます。はい。そんな感じ で、うん、やってますね。だから電子レンジは、あれもね、でもあったら便利なんですよ、結局。でもね、全然なくても大丈夫。うん。あとトースターね。うん。昔はオーブンレンジみたいなやつ使ってました。オーブントースターと電子レンジが一緒になってるようなタイプあるじゃないですか。うん。あれはでも一つのミニマリズムだと思うんですけどね。二つの機能が一つのマシンで使えるっていうのは、うん。場所取らなくていいんですけど。ただパンの片面が焼けないっていう問題があったりしますよね。うん。だから、自分はもし買うんだったら、本当にパンを楽しむ、食パンを楽しむんだったら、食パンのトースタ
を買う方が一番いいとは思ってるんですけど、そんな感じだね、ほんとね。だからまあ手放し方としてはやっぱりそういうふうに、なくてもいいかなっていうのを確かめてみる。まあ自分で実験するってことしかないですね。案外ね、なくても生きていける。まあそれで結構創意工夫することを身につけたりとか、自分もそのローフードへの関心とか、なんかいかにその調理をせずに生きるかみたいなことを自分で実験していたので、だからお酒とかもそうですけどね、本当こう夏場とか冷たいビールとか飲みたいじゃないですか。で、冷蔵庫に冷たいビールが冷えていてほしいじゃないですか。もうそういうものももう手放すんですよね。だから、一切そのストックとか、自分、だから、それ以来、自分はその家にそのお酒をストックするみたいなことがなくなりましたね。今でもほとんどしないです。今冷蔵庫あるけど、ほとんどしてないですね。なんか買ってきて、もし飲みたいんだったら、もうコンビニとかで買ってきて、そのまますぐ飲むっていうか。そんな感じですね。そういう感じで、まあ、家具家電に関しては減らしています。で、あとは一般的にあるようなそのテレビとかはもちろんないですし、あとルンバとかね、よくミニマリストの方とか好きだと思いますけど、僕はあれはちょっと、疑問を持っていて、あれは結構ちょっと物質感というか、物感が強いんじゃないかなと思ってますね。で、結構狭い部屋に住んでれば、全然掃除の手間とかちゃちゃっと拭けば終わりなんで、そんな感じだね。だから、あとよくある、こう、おしゃれな、なんかシーリングライトで、ね、こう、プロジェクター映してみたいなものもないですし、だから本当にね、家電がないんですよ。家電という家電が。まあ、エクストリームなんでね、本当に、必要最低限って感じかな。やっぱり、洗濯機はあった方がいいですね。これは、本当に。ない生活してましたけどね。洗濯機はやっぱりどうしても、ないとさ、やっぱりその川へ洗濯へみたいなことになるじゃないですか。で、大きな桃がこう流れてきてさ、で、それを捕まえて割ってみたら、ああ、子供出てきたってなって、そこでいろいろその桃太郎をさ、育てなきゃいけないみたいなストーリーが始まっていくんで、だからそれがやっぱり、そういうストーリーに出会わないためにも、やっぱその洗濯機を使って自分の家で洗濯するっていうのは結構大事だと思ってますね。そんなとこかな。答えになってるかわかんないけど、今日はこれくらいで。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。